妖怪ウォッチバスターズやっていきましょう。極秘の神をダークニャンだけでやっつける。これさっきもやってたんですけど、なぜかねちょっと失敗してしまったんで、今回はちょっとリベンジ戦ですね。どうしようかな、アイテム。これでいっか。よし、決定。装備品に関してはね、お肉だけ点をつけているんで、火の神の攻撃を一発でも食らってしまうとほぼ即死状態になるから、結構難しいと思います。さあやってこう。さてと、10分ぐらいで倒したい。オッケー。3つほど頼みます。あ、俺の苦手なやつが来た。うわー、食らったしいきなり人形使った。あれやだよ、あの3つお願いしますってやつ、避けられないんだもん。まあうまくやれば避けられるんだけど。斜めにシュシュッと。ああ、大丈夫かみんな。あ、やっちゃった。めちゃくちゃ下手くそになってんな。あ、ありがとうございます。あ、また来た、俺の苦手なやつ。あああああ斜めに。一応ね、僕があのジーババンのコーンをつけているんで、ほっとけばねみんな回復していくんだけど。あっと、危ねえ。もうどっから飛んでくるかわかんねえから。避ける避ける。よし、オッケー。じゃあ次行こっか。このね、ダークニャンは猛毒の陣を使った方がいいのか、それとも普通に A ボタンで殴っていった方がいいのか、これよくわかんねえんだよな。まあでも猛毒の陣があるぐらいだから、使える時はガンガン使っていった方がいいのか。ダークニャン自体がね相当久しぶりなんだよね。よし、じゃあやっていこう。これ注目ボタンで、はい、避ける。いいね、相当久しぶり。早く覚醒火の神と戦いたいな。もうこの状態の火の神でもねそれなりに結構強いのに、覚醒火の神でどんだけやばいことになるんだろう。よし、助けよう。 OK。 ようやくシャインさん来たね。 OKOK。 あ、そういえば俺もデントラ持ってるんだった。これだ。あ、これだ。アシュラサッポ。危ない。あれ食らうと一発でやられちゃうから。よし。結構いい感じじゃない？もう半分削ってる。あんなに、ちょっと待って、やばいやつが来てんだけど。ちょっと待って待って待って、今。やばいやつがちょっと目に入ったような気がする。あ、シュラサップ来る。助けて。だけど多分あれだよね、山吹鬼ってそんなに攻撃力があるわけじゃないよねきっと。やだな。あ、バリア来た。あー、今ねデントラ張ってたけどちょっと遅かったね。これだ、かわして。あー、シャルサッポ怖い、食らった。避けたつもりが食らった。まずいまずいまずい。あんま僕に構わないで。え、ちょっと味方まずいね。よし、オッケー。で、ちょっと味方が死にそうだから。あぶねえ、あぶねえ。ちょっと危なかったな。さて、あともうちょいか。ちょっとここで失敗できないな。難しい。あともうちょい。
あ、まずい、あちらサッポ来る、怖い、怖すぎる。これだ、避けて避けて、あともうちょいだね。あーまずい、いやー、ここでここでバリアすごい面倒、あ、よかった、間に合った。あそこでバリア張られていったら相当面倒くさいことになってたけど、倒せたね。うん、あのダークにはね、そこそこ難しい。出よう。まあね、この妖怪ウォッチバスターズやるの多分2週間ぶりぐらいなんだけど、そこそこ腕がなまってんな。さて、うん、まあ今日はですね、ここでちょっとおしまいにしようかな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。